はい、こんばんは、ヨロです。まあ、こんばんはといってもこの天気、思いっきり太陽出てますけれども、いかがでしょうか。はい、今日もね、ヤスのビッグレイクの方お邪魔しております。今日もシニア50の交流戦ということで2試合やらせていただきます。もちろんね、センターバック、まあ、チャンスがあればトップなんかもするのかもしれんけど、まあ一応ね、明日も試合あるんで、まあ、今日はそんなに無理しない程度に頑張りたいなと思っております。もちろん目指すは無失点は風とやろうですし、そこはね、やっぱプレーするからにはしっかり無失点目指していきたいなと思ってます。さあどうなるか楽しみでございます。いやー、いいね、この広さですもの、フルピッチ、はい、全く狭くない、完全なるフルピッチ、このね、人工芝、この施設でプレーできるっていうのが本当にありがたい、もうそれしかない、っていう感じですね。さあ今日もどんな天気だか、でも考えたらここ昼間でやるのは初めてやな、楽しみたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。頑張るべき。よし、アップ行こう。アップのルーティーンはね、まず、ジョギングかな。早い段階でちょっとね、アップしておきたいと思います。ジングリと完全に使用しております。フルピッチなんで、片方は50倍ぐらい。体がオーバー。極力最初に心拍数を上げておいて、でゲームに臨みたい。いや、しんど。結構しんど。おっちゃん。いや、もう空も少しでも早く休まないと。アップして疲れてすぐ試合やったらもう倒れる。もちろんじゃないですか。ビッキリですけど、ちょっとちゃんとしたやつやったら3000円ぐらいですか。いや、使い方によります。今まで私いろんな三脚買ってきたんですけど、あっちこっち持ち運びが多い場合は、太い足のやつにしとかないと、こう持ち運ぶときどっかぶつけたら足が曲がるとか、これも曲がってるんですよ、もう。あ、そうなんですね。ちょっとここら辺。はいはいはい。こういうやつは、やっぱりすぐダメになる。あ、ほんと。いや、ビジネスとか、外で使われる場合は必ず、しっかりした、今最近ね、流行ってるのが棒があって、ちょっと足が出てない。あれも絶対無理。あれ買ったらもうすぐ捨てなあかんことです。もう風がちょっと吹いたらパターンって倒れますし。屋内やったらあれで1メーター70ぐらいまで伸びるやつあるんで。あります、あります。もうあれでいいと思います。よし。こうやってダッシュもね、いきなり全力じゃなくて3割、5割、8割みたいな感じ。走る筋肉を呼び起こさないと。常に座ってる仕事だね。
さあこういう感じで少しずつピッチ上げていきましょう。最初ねゼロからトップスピード行くまでの時間がやっぱり全然違う。やっぱりここはね頑張らないと。
はい、お疲れ様でした。本日は、引き分けと負けということで安定の結果となってしまいましたが、まあそれも仕方があるまいという感じでしょうか。いや、まあ自分としてはね、なかなか、頑張ってはいるんですけど、まあ難しいとこっすね。なんかうまいことを、守りきるという感じではありませんでした。やっぱりもうちょっとね、周りを上手に、使うっていうのか、何かね、そういう、もっと楽に守れる方法があるんじゃないかなと、自分では思いながらも、そうですね。やっぱりサッカーはね、こう、チーム、そして全体での、守備だったり、全体でのチーム、攻撃だったりと、まだまだ勉強することがたくさんあるなと。あと、まあ、技術的にもね、トラップがダメだったり、あとヘディングの精度だったり、もう、言い出せばキリがない。そんな感じでございます。でも、まあまあ、これからもね、頑張っていきたいと思っておりますので、もしよかったらチャンネル登録、どうぞしていただけると嬉しく思います。ロングキック、蹴れるように頑張りたいな。はい。ということで、また、次回、明日か。明日ね、明日は京都リーグありますので頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。グッドボール最高。